クラップ編の森で作品336はヨハン・シュトラウス2世が作曲したフランス風ポルカ。作曲者の著名なポルカフランセーズ。1856年、シュトラウス2世はロシア帝国の鉄道会社と契約を結び、毎年夏のシーズンにはパブロフスクの駅舎で演奏会を指揮するようになった。シュトラウス2世は1年のうちの半分を パブロフスクで過ごすようになったため、ロシアで作曲された楽曲も多数存在する。1869年に発表された、このクラップ編の森でもうそういった曲の一つであり、オリジナルの曲名はパブロフスクの森で出会った。現在の曲名はウィーン向けに差し替えられたものである。森に住む鳥の表現として、演奏に鳥笛が用いられる。ちなみに、 作曲者の父ヨハンシュトラウス一世も非常によく似た放題のワルツ、クラップフェンの森を1828年に作曲している。こちらの現代はクラップフェンオールドルである。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。AB 加藤 P122ABE の上 P285。ありがとうございます。